総運教氷爆祭り、夜のライトアップ総運協氷幕祭りは、北海道上川総合振興局管内、上川郡上川町にある総運教で冬季に行われるイベントの名称。氷で建設された建造物やオブジェ、ステージなどが一挙に集まり、夜には七色の光でライトアップされる。開催されるのは、北海道上川町総運教。 石狩川河川時期。氷瀑祭りは1976年に始まり、2005年に30周年を迎えた。これは、釈迦員の像を作成したことでも知られる北海道、江庭市出身の彫刻家、竹中聡市の指導のもとに発案され、第1回が開催された。総運教官公協会が主催となり、石狩川のあぜで開催される。 毎年通例1月の下旬から開催され、3月中に終了する。会場は1万平方メートルの広さを誇り、近隣に草雲峡の温泉街が広がる。氷瀑祭り会場等気草雲峡の寒冷な気候を利用して敷地内には氷でできた建造物が立ち並び、鎌倉や自然などをテーマにデザインされたオブジェ、 トンネルや氷の彫刻が設置されている。その中でも氷の展望台は高さが15メートルあり、祭りの会場全体を360度見渡すことが可能である。さらに、氷で作られた氷幕神社も設置されており、氷のオブジェに効果が付着するようになっている。再選書も設けられている。会場で行われるイベントに、オープニングセレモニー、氷幕大鼓。 お楽しみ抽選会、氷バークウェディング、餅巻きなど、多種多様なものが催され、土曜日、日曜日には、火の縁と呼ばれる花火大会が行われる。この花火は、企業からの協賛で行われ、2007年に行われた、第32回氷バク祭りでは、日本航空株式会社や日本旅行株式会社などが、花火の提供を行っている。午前から開かれる会場は、 お土産を購入できる販売所があり、午後からは日が沈み次第氷の建築物が様々な色の照明でライトアップされる。その他、各旅行会社から氷幕祭りのパックツアーも組まれており、北海道外やアジアをはじめとする海外からも観光客が毎年訪れている。また、観光協会で組織する氷幕祭り実行委員会は、 例年自然環境の保全、保護を目的として200円程度の評判祭り協力金を募っており、協力者には甘酒を購入する際の割引券やポストカードが新呈される。参考表中、ありがとうございます。